いで連れてくよ、海に眠る宝石よ、二人のはあ、起きないと。しかし最近朝は冷え込むよな。布団から出たくねえ、布団 is love とか言ってたらどっかの弟と同じって思われるからちゃんと起きよう。ああ寒い寒い。暖房つけたら電気代もかかるし、それに喉も乾燥するからなるべくつけないようにしてるんだよな。あれ、太郎がいねえ。あいつまた外に出てるんじゃねえだろうな。え？ご主人様、グッドモーニングですわ。朝のホットコーヒーは格別ですわ。まあいろいろ突っ込みたいけど、まずお前モテてねえぞ。またお前の相手してたら学校遅刻しそうになるかもしんねえから、早く着替えよう。この制服を着て通学するのもあと数える程度になってきたな。そんじゃな太郎、行ってきます。ご主人様、朝はしっかり食べないといけませんだわ。どうぞサンドイッチを。まあそれはありがとう。立つのやめて。それにしてもマジで今日寒いな。あれ、雪積もってんじゃん。なるほどな、道理で寒いわけだ。滑らないように気をつけないとな。お、そうだ、たまにはこの新しいバイクで通学してみるか。サビ、よく考えたらこんな寒い時になんで俺バイクにしたんだよ。こうでまだバイクの操作慣れねえんだよな。あ、やべえ、これ佐藤先生のやつだよな。よし、バレないようにちょっと離れたところに止めておこう。よ、みんなおはよう。最近寒いよな。オスタイがおはよう。最近寒すぎて暖房つけっぱなしで喉やられてるよ。拙者も寒くて外に出たくないからギャルゲーばっかりしてますよ。それは寒いの関係なくずっとだろ。タイガ、今リュウジ君は手足を縛られて身動きが取れません。好きにしますか。は、なんだよ、好きにしますかっていう質問しねえよ。なんも言っとくけど、どんどんもうこの宿直室も俺たち見れない日が近づいてるんだぞ。ほんとでやんすね。来月とうとう卒業式でやんすか。3年間あっという間だったよな。そうだよな。まだこの話するのは早いから、しんみりするのはやめようぜ。しんみりするのはまだ早いぞ。いや、言ってるそばからめっちゃ泣いてるやついる。なんか学校ならではって感じの思い出作りしてんだけどな。それでは皆さん、私にとって最後の定例会を行いたいと思います。そんな会長、寂しいです。私信じられません。会長が第何百何回の定例会を行いますっていうのがもう聞けないんですか。会長、私会長のために髪型変えたんざますよ。これも何回も言ってるけど、あなた1ミリも髪型変わってないわよ。もう2月だからね。来月には私は卒業してるから。でも最後の定例会だからといって特別なことはしません。生徒会としてのお仕事を全うします。今日の議題なんだけど、そんなもうすぐ卒業する3年生に向けた最後の何か学校行事みたいな思い出イベントをしたいと思ってるんだけど、学校から出る予算にも限りがあるし、何かみんないいアイデアないかな。会長、ズバリ会長がやり残したことをやるべきだと思います。やり残したことは特にないかな。生徒会の活動もすごく楽しかったし、プライベートも充実してるし、それにかっこいい彼氏もできたしっていうのが抜けてますよ。会長、ちょっと勝手に心の声つけるのやめて。会長、高校を卒業するにあたって誰しもが思う残念と思うところが一つあります。そう、それは大学や専門学校に行ってもプールの授業は絶対にないということです。つまり必ず年に1回は見れた男子生徒の水着姿が見れなくなるということざますわ。会長、もう今年は男子高校生の水着姿かっこスクール水着がもう見れないのですよ。拝めないのですよ。いや、私別に見たいなんて一言も言ってないんですけど。会長、こんな寒空の中提案する企画ではないというのは重々に承知しているのですが、寒い寒いと言いながら頬をあからめて頑張っている男子生徒の水着姿見たくないですか。あのね、あなたたちふざけすぎ。それにプールだったら室内でいいじゃない。なんでわざわざ外でしようとしてるのよ。何を言ってるんですか。ぬくぬくしてるところより寒がっている男の子見たくないですか。なんだろう、熱意だけは伝わってくるのがすごい。ダメです。男子生徒が風邪をひいたらどうするんですか。それに残念ながらうちの高校には屋外プールはありません。それには心配及ばんよ。わしがプールを設置してやろう。うわ、久しぶりに佐藤先生が生徒会室来た。しかも変なポーズで。葵くん、君は3年間生徒会で頑張ってくれたからね。私なりのお礼だよ。ダメです。いくら佐藤先生が言っても男子生徒の意見をまだ聞いてません。それだったら隣の宿直室にいつもいる男子生徒たちに聞いてみればいいんじゃないですか。寒空の下プール、そんなの絶対嫌に決まってんだろう。そうだよね、私もそう思う。もちろん、ただ寒空の下でプールに浸かるなんていうのは全員参加しないじゃろうからな。その極寒プールに参加してくれた生徒たちにはなんとその施設内にお金を用意してあるぞ。まあお金があるんだったらやってみてもいいでやんすが。でも寒いしやっぱ嫌かな。待てよ、来月卒業ってことはもう俺大河のスクール水着が見れないということか。みんな参加しよう参加しよう。おい、なんか一人とてつもなくやる気出てるやついるぞ。まあいつもの思い出作りってことで参加してみるか。おいおい、マジかよ。なんだよこの本格的なセットっていうかこの作り。くっそ寒いけど佐藤先生意外とやんじゃん。すげえけど雪も降ってきて本格的に寒さ増してきたぞ。タイガー、いや遠慮しとくわ。まだ何も言ってない。みんな寒いけどみんなからの温かい応援待ってるね。会長、この企画やっぱりやってよかったざますね。生徒会長くん、これはどういうことだね。なんで女子生徒たちは水着になってないんじゃ。残念ながら募集を募ったら男子生徒しか来なかったんです。あ、でも一人だけ参加してくれましたよ。お、どれどれ、どの子じゃ。あれはじゃあマジ寒いんですけど早く出発したい。シュシュボボシュシュボボ。つうかこれ別にゲームでもなんでもねえんだろ。ってことは早くお金見つけたもん勝ちってことじゃん。さっさと行くぞー。ひえ、サビー。それにしてもここマジで本格的だな。タイガー、悪いけど金を渡さねえぞ。はっ、言ってろ。悪いけど俺金には結構縁がある方なんでな。おかしいな、どこ探しても金なんてねえぞ。佐藤の野郎、まさか嘘ついてんじゃねえの。意外と見つかんねえもんだな。どこに隠してんだろうな。もしかしてこの滑っていったらお金があるとかじゃねえよな。よし、ちょっくら一滑りしてくるわ。待てタイガー、俺も行く。よーし行くぞー。お、やっぱお金あんじゃん。うわ、これ結構拾うの難しいな。いっぱい置いてんぞ。最高かよ。タイガー、待ってー。あっぶねー、危うく飛びついてくるところだった。なんか違う。そうと分かれば私もこのレーンいただき。サビー、葵は入らなくって正解だな。陽平くん大丈夫、風邪ひかないようにね。大丈夫大丈夫。それに寒くなったらこうすりゃいいだろ。わ、ちょっと陽平くん、ここ学校だよ。ああ、あったけ。俺専用だからな。もうこの企画大反対だったけどやっぱりちょっと良かったかも。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。